はい、皆さんこんにちは。ギムサカマサです。今ね、丸の内の切手にいます。で、目的はね、メガネを買おうと思って、切手こんな感じなんですけど、クリスマスのツリーのデコレーションも綺麗ですね。このちょうど斜め前、ちょっと見えてるのが金子眼鏡店です。そこに行ってみたいと思います。5、6年前もね、金子眼鏡店で買って、切手で買ったんですよ。なんでね、ここで買おうかなと思いつつも、ちょっといいのがあるかどうか。でね、余一さんっていう職人さん、福井県鯖江市の職人さんの中でも非常に特徴のあるね、職人さんのメガネを、まあいいのがあれば購入しようかなと思ってます。そんな感じで近づいてます。ここですね。さてと、ここが金子眼鏡店ですね。じゃあお店の中になったんで一旦閉じてみますね。これは新しいメガネですね。ちょうど奥にある金子眼鏡店で買ってきたばかりのところです。でこのメガネね、余一さんっていう福井県鯖江市の有名な職人さんのメガネなんですけど、5年半前はね、この余一さんのメガネ買って、また新しいの買ってみました。すごい気に入ってるんでね、これからこのメガネになります。ちなみにレンズが遠近両用に変わりました。値段もね、ものすごく高かったんですよ。フレームも高いんだけど、さらにね、レンズの方が高いというね、予想外の出費でしたけど、でもこれすごいかっこいいんで、メガネってね、すごい回った中で一番かっこいいのがあったんで、自分ですごい満足してます。はい、それではね、金子眼鏡店で、余一さんという職人さんのメガネを買ったというお話でした。ゲーム作家マサでした。ご視聴ありがとうございました。